ご視聴ありがとうございます。楽しいノブビューチャンネルのノブ三原の小原です。スマホデビュー後雑談っていうのをやってるんですけれども、今回またちょっと一つ言いたいことができたもんですから、それをちょっと喋ろうかなと思います。ドコモのスマホに変えてもですね、まあ以前からガラケーの時から来てたんですけれども、来る時はものすごい来てましたよね。で、来なくなるとかっていう波があるっていうか、一年の間に一遍ものすごいドーンと来て、あと来なくなったりだとか、時々来るようになったりだとか、まあ、向こうも様子を探ってるのみたいな感じがあるんですけども、まあ、全部来たら無視してるんですけども、これですね、これ見てください。50をこれ超えてるんですけども、これですね、今197ありますね、受信ボックスのところに。これほとんどがですね、迷惑メールなんですよ。ですね、ここ今受信ボックスのところにも入ってますし、迷惑メールのところにも入ってると思うんですけども、この受信ボックスのところに入ってるだけで197、全部が迷惑メールじゃないと思うんですけれども、まあ180ぐらい、180以上来てるんじゃないかなと思いますけれども、3日ぐらいですね、そのメールいじらないようにして放置してるんですけど、これをちょっとどんなの来てるか読んでみましょうか。日本でのオリンピック中止に、ドコモ5月分利用明細、5月の利用明細が発行されました。ご確認願います。明細を確認するってこれ今来てますけど、これドコモからじゃないんですよ。ドコモってこれなってますけど、ちょっと、まあ、タップしてみましょうか。押しましょうか。これ、ここのところを見るとですね、ドコモなんていう、HTTP で、HTTP で、ドコモなんてどこにもないですよね。こんなドコモのホームページとかって、こういう、ドコモのページってこういうアドレスじゃないと思うんで、もっと簡単な、アドレスになってると思うんで、ドコモって相手で。ちょっとこれ出してみましょうか、それでも。そうなるとですね、これ。ちょっと私のメールアドレスが出てますけども、1800万の受け取りがどうたらこうたらって、こう100億円シェア企画のどうたらこうたらって出てますけど、こう全然ドコモと関係ないですよね。こういうの来てます。他にですね、まあ本当ご案内ってなってますけども、この銀行ウェブサービスってなってますけども、これ全然知らないですから、これまた来てますね。ドコモの5月分利用明細って来てますね。キャリア決済が上限に達しました。今から会えますとか、このポイント広場ってのはドコモからだと思うんですけど、もう5月分のご利用明細がもう何通も来てますね。ドコモを装って。まあ、こういうの来てると。もう延々、今すごく来てるとこだと思いますね。多分ですね、これ送ってるとこが、なんかそういう、仕事頑張、そういう悪事だと思うんですけど、悪事の仕事を頑張ってるっていう風かなと思うんですけど、これですね、私どうしてるかっていうと、ちょっとドコモの今、ページが出てるんですけど、お客様サポート。言ってですね、まあ、これもちょっと分かりにくいですけどね、分かりにくいけど、これだけいろいろ項目があるってことですよね。これ迷惑メールや迷惑電話の対策と、こうですね。迷惑メールでお困りの方、迷惑メール対策設定で迷惑メールをブロックってありますね。でですね、ここにね、迷惑メールを自動判定、迷惑メールお任せブロックってのがあるんですよ。これ、迷惑メールお任せブロックって使うと、これ200円だったと思いますね。これ、お申し込み必要の200円ですね。これ200円、有料の入ってないです。で、今自分なりにどうしてるかっていうと、これ、今から言うことを、やってもですね、全然減らないです。減らないですけど、やらないよりいいだろうってことで、やってます。書いてありますね。身に覚えのないメールは無視しましょうと。迷惑メールの傾向対策。これいろんな、どんなのが来てるかっていうのも、一応このドコモのページ見ると、その迷惑メール情報が載ってますね。
ドコモを装ったメールにご注意くださいって出てますね。迷惑メール対策の流れ、こうあるとあるんですけど、私がやってるのはこれですね。これ今ちょっと色変わってますけど、迷惑メール報告のお願いって、まあ、やらないよりやった方がいいかなと思って、ここに報告してます。ドコモドメインの迷惑メールじゃなくて他業者ですよね、他業者ドコモの携帯電話をご利用のお客様へ、こうちょっとクリックします。するとですね、これで調べてくれるっていうか、何とかしてくれるならいいんですけど、まあ、とにかくここを報告するようにしてます。Android スマートフォンですね。Android スマートフォンをご利用のお客様が開くと。そうするとですね、こういうのあるんですよ。まあ、このスマホで見ても同じなんですけど、受信ボックスから、ですね、その今やったみたいに、迷惑メールをチェックして、迷惑メールチェックして、ここのとこ、この3つ、ポンポンポンってあるところをそのクリックすると、迷惑メール報告、こういうの出てきますね。この四角いの出てきて、迷惑メール報告ってとこありますんで、そこをクリックして、まあ、シマンテックってどういうこと、どこなんだろうって思うんですけど、まあ、そういう業種の人かなって思って、こうクリックしてますけど、シマンテックとドコモにチェック入れて、で、OK ですよね。で、それでこれを、このメールを、こうして、送信して、報告するようにしてます。迷惑メール、困ってます。スマホになっても来てるということです。皆さんもですね、まあ、さっき言った200円の迷惑メールお任せブロックっていう、その200円のプランがあるんですけど、200円の有料のものがある。それがいいかなって思うんですけど、私みたいにそこまでやらなくても何とかしたいって方は、報告するというのを、これですね。これをやってみたらどうかなと思います。やっても、ですね、そんなやって、そんなもっていうか、やってもこれ減ってはいないんですけども、まあ、やらないよりやった方がいいかなって、自分の気休みにもなるかなって感じで、私これやってます。報告することにしています。また何か言いたいこと出てきたら、皆さんと共有したいなってことが出てきたら、また喋らさせていただきます。今回の動画は以上です。じゃあまた次の動画、他の動画でお会いいたしましょう。魂のグビューチャンネルのグビオハラのオハラでした。バイバイ。あとですね、ちょっと言い忘れましたけれども、この自分のこの、スマホでもですね、このドメインのこのこういうメールの人からは受け取らないようにするっていう設定もできますけども、これ多分毎回これ変えてきてますよね。このメールですので、いつも同じとこから迷惑メールが来るって方は、ここから受け取らないようにもできるんで、まあ、ご存知かと思うんですけども、そうされたらどうかなって思います。困ったもんです。